T 先輩です。ノクターン。いい子だよ、ノクターン。マップもだいぶ埋まり、残すところあと1箇所だけとなりました。大まかにね。アイテムもあと3つだけど、こちらは全部集まるのだろうか。聖杯を手に入れたのは大きいよね。ここですね。まずは狭い方を埋めに行きましょう。その後右に行きます。例のねぐらね。はい、キュクロプスのねぐらです。入り口の雷を無効化しないと入ることすらできないと思うので、多分その直前の部屋に置いてあるんじゃないか、と期待しています。というかなかったら困ります。入れないもんね。こういうと見逃したアイテムはありますけど、大抵は鍵だと思うので、重要なアイテムがあるとしたらあそこなんだよな。まあ何かしらはありそうね。さあ到着。右に行く前に左上に行きます。そうか、ここ登らなかったね。普通に行けばよかったもののスルーしてたんです。クロッチを追って左に行ったっきりだったね。そうなんです。その割にあいつに会えないし。そうそう。さあ何があるかな。少なくともあるかなはないと思う。そうかな。あっちょ。全部のタイミングが微妙に難しい。なぜか右に部屋があるんだよな。マップに表示されてないんだよね。そしてこれか。火を消せるやつだね。はい、まあこれも必須ではありました。となると火を消した先にあるのか。くう、そのパターンを失念してた。へ、何ここ。ピー、それって確か、おしっこって意味だったような。そうなの？はい。なんですか、ここで漏らせばいいですか。どうやってよ。うーわ、やっぱりここは存在しない部屋なんだ。何かしろってことなのかな。となるとそれしか思いつかない。まあ違うよね。クユリの必殺技も関係ないだろうしな。まあお得意の遊び心と思えばいいかな。一応そう思っておこう。ですね。よし、じゃあそうだな。一応見るだけ見てみましょうか。せっかく近くまで来たんだし。そうね、もし行けたらもったいないもんね。チークがいるからオッケーとかないかな。そういえば一緒にいるもんね。え？なんだー。そもそもないのかよ。オープンでした。じゃあもっと早い段階で来れたじゃないか。てっきりそのアイテムが必要だと思って後回しにしてたのに。まあ結果来れてよかったじゃない。まあそうですけど。よし、それなら今回はここの攻略を頑張りましょう。あと36体倒せばいいようです。そんなにいるんだね。そう思うと面倒ですが。でもそれぞれ別に強くはないので、いつの間にか全員倒している感覚だと思います。一瞬目はそんな感じだったかな。よし、頑張ろう。ここを右に行くと王子がいたんだけど、試しに見てみますか。あれ？扉がなぜか上についてる。え、ってことはもう先に行けるんだよね。全員倒すのはあのアイテムのため。いやいや、だいぶプレッシャー感じてるだろうな。交尾が僕でごめんなさい。で、はい、つまりここを攻略する意味もほとんどないのでは。もしかしたら攻撃プラス10とかかもしれないし。そっか。構えるんだけど。じゃあ、で、まあせっかくだから先に倒しちゃいますけど、それで彼はいいのだろうか。扉で守られてないボス。オープンだな。この攻撃はやや怖いけど、
でも慣れたら避けるのも大丈夫だし、これは離れれば怖くないから。うん、ラグだ。切ない。あ、これか。そうだよね、全然意味はないアイテムだった。ジークのテンションが上がるだけ。まあいいけど、なんか投げるものが大きくなった気もするな。ここまで来てマップを埋めないのはあれですし、全部行くことは行きましょう。あれ、何体撃破っていう王子が消えちゃった。ああ、先に王子を倒しちゃったからか。なんてことだ。あと何体かわからないじゃないか。まあそれはそれでいいんじゃない。変に気負わなくて済むか。じゃあ皆さんもあまり気にせずご覧くださいな。これまた面倒なトゲ。人玉が邪魔。ここはクリリちゃんの出番だったろうね。はい、極毒す相手はクリリがトラクなので、よほどのケース以外はグラムで倒そうと思ってます。さっきのように反射で倒す場合もあると思いますが。そうか、この敵はここにいるんだね。まだ出会ってない敵以外はさっきのクラゲだけです。出会ってない敵が謎だね。あ、ちなみにジェミナイはやっぱりこいつでした。そして謎の敵のあたりはついてます。そういえば言ってたっけ。まあそれも近いうちにやると思います。つまり図鑑もコンプリートできるね。そうなります。お楽しみに。行けるところはどんどんスムーズに行きますよ。おっと危ない。いいよ、落ち着いてる。斧のおかげで先に倒せるからいいですね。ここをクラはなかったのは成長してる。やったね。このようにクラったとしても、私には聖杯がありますからね。多少のダメージは怖くないという。そういえば、クリリちゃん。え、使っちゃった。普通の顔して使ってたから。まあなるべくですよ、なるべく。ここは面倒だから上から倒しちゃうか。まあ実際は時間かかってこの方が面倒だけど、後で戻る方が大変なケースがあるから。ほらこのように。そうか、降りると戻ってこれないね。ただ、いや降りちゃえ。なんかまだ左とかあるし、ここは素直に従ってみます。またしれっとクリリを使ってるし。あ、しまった。倍率を、とか思って普通に使っちゃった。もうじゃあ使わないって言わなければいいのに。ほんとですね。ジークが焼かれそう。毎回危ない位置にいるのよねー。右から登ってたらどうなっていたのか見てみよう。
今のところ左が一番難しいけど。ああ、ここからは右が難しそう。そして左が先で正解でしたね。まあ上から斧で倒せたとはいえ正解だね。よしよし。久々に2択、いや3択を正解した。3択だったからかな。まさかの2択より3択に強い人。もしそうならじゃんけんが強いことになるな。実際どうなの？じゃんけんですか？うん、別に強くも弱くもなく普通です。まあそうだよね。たまにめっちゃ強い人とか弱い人とかいますけど、それも確率のズレなのではとか思ってしまいますし、もしくは心理戦に強いとか相手の癖を読める人とか、まあそういう方なのかなぁと。そうじゃなければ大抵は普通だよね。問題はここぞという時に勝てるかどうかですから。それは言えてる。いざって時に勝てればそれでいいもんね。そう、普段遊びでやる時は負けておけばいいのです。確率ってそういうのじゃないとうすうすわかりますけど、でも普段いっぱい負けておけばいざって時に勝てそうでしょ。そうなのかな。練習が本番に繋がらない運の勝負ならそういうことかなと。まあそうかもね。あ、レイの顔の像ですね。攻撃するとダメージを食らうやつね。あれも聖杯を手に入れた今なら怖くないな。ほんとね。さあ、結構進んできてますがまだまだかな。数を数えてないけど半分くらいはいったかな。エリアも半分を過ぎましたしね。うわ、一気に出てきた。後半固まっているパターンか。確かジークはケクロックスが怖いとか言ってましたが、ここでずっとジークで戦うことだってできるんだよな。そうね。そういうドイツの遊びもできるんだ。あれって届くの？だいぶ遠いね。ダッシュジャンプか。おー、いけた。これは聖杯がなかったら確かにきつかったかも。キャンドルだけじゃ不安かもね。なるほど、これでここに来ると。右から登ってくると多分ここまで来れますが、ただただきつい道のりだと思うので、帰りに使うのがいいのでしょうね。登ってくるのはただでさえ大変だからねー。あと4体か。それくらいならこの先普通に進むだけでも達成できるかも。あと3体だしね。ここに2体？もう聖杯があるからって気にしてないでしょ。安全な場所で待っていれば全回復ですからね。はっきり言って怖いものはありません。まずは左か。この一体で達成と。これで残るは霊の謎の敵だけね。察しの言い方ならもうわかったかな。まあそれはいずれお楽しみに。
はまさにクユリの出番だけど、こういう時こそ彼女に頼らず頑張りたい。そもそも登れないね。斧でやるしかないか。そして最上段は反射で。アリアスは使うのよね。なぜか彼はオッケーという思いが。お、どうやら終わったようです。いつの間にか。それもそうですね、ここで最後ですから。あ、何かある。これだ。おお、隠しブロック。そしてこれでアイテムもコンプリートです。いつの間にか全部集まったね。最後がこれでしたか。まあそれだけ便利といえば便利だもんな。普通出せないのが残念だけどね。何個も出せたらそれこそ便利すぎますからね。よし、じゃあ一気に戻りましょう。さんならよし。そもそも重要アイテムがあったしね。オッケー、じゃあ今回はここまでにしましょう。血の池で回復して、まるで黒騎士みたいに。それではまた次回をお楽しみに。ノクターン。また見てくれたら嬉しいな、ノクターン。